はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは。桜木人でーす。はい、ということでね、今回もモンスターハンターライズやっていきましょう。ってことで、よろしくお願いしまーす。はい。ということで、今回もね、まあ、いぶし巻き飛行船に向けて装備作りの方ね、まあ、装備作ってねえけど、まあ、装備作りに使いそうな装備を解放しに行くということで、やっていきましょう。まあ、簡単に言うと、強そうなスキルがついてそうなモンスターを片っ端からやっていくと。はい。で、まあ、今回、レウスですかね。まあ、攻撃とか、あと、弱点特攻とか、こいつね、ついてるイメージが強いので、まあそこら辺をね、まあレウスね、やっていったらいいんじゃないかなっていうことで、レウス強いけど、やっていきたいと思います。で、まあ入れ替え技は水面打ちと、回転攻撃、ため変化ブーでやっていきます。で、まあ、こんな感じでね、アイテムを惜しみなく使っていくと、あ、爆弾も持っていこうか。爆弾も持ってって、ちょっと飛んだら使ってみたりしても面白いかもね。はい。じゃあこんな感じでこんな感じで、もう強いから惜しみなく使っていく。で、飯ですね。飯はどうしようかな。とりあえず KO 術はつけるだろう。で、防御術だろう。あと弱いの恋でいいのか。弱いの恋って確か体力のところなんだよな。攻撃力に関してはやっぱ非属性耐性つけてった方がつくんだよな。ってことで、おお、KO術つかないけど防御系はついたね。で、まあ非属性耐性が18、これは期待できるぞ。18もあればね、結構、まあ20いってほしかったけどね。20になれば確か非属性やられになんないんだよな。あ、はい。ということで行ってみましょう。よっしゃ、到着。ということで、お、ここのエリアは、あれじゃないか？操流すると美味しいエリアじゃないか？じゃあさ、俺は、あれだぜ。なんだっけ？あれだよ。あれだ。空月地雲だ。はい。空月地雲を取ってたな。行こうかなと思いますんで。そこのね、猫ちゃんのところの、この横のところの、はい。ありましたね。こいつですね。取った？取ってねえじゃん。取った？ OK。じゃあ、レウスに走ると。ちょっとちっちゃいね。着いたら、こいつをぶっかけて、はい。ぶっかけて、行っちゃいますよ。押しましたら、ちょっとね、こいつはね、移動の時に飛ぶので、まあ、ちょっと飛びながら、ちょっと旋回して、あの岩の方に持っていきたい。で、ぶつかれい。OK。いいですね。非属性やられ。この火山のね、このギミックはね、普通に強いから、ちょっとガンガン狙っていく。OK。あれ？力ダメしてねえな。おい、落ちてくる。今、縛られてるんだ。そうだ、縛られてるんだ。この空は封印されている。で、もう一回来るから、スタント。OK。体調不良？被害で直せ。頼む。お、ガブラスじゃない。ガブラスじゃない。よし、威嚇している。じゃあ、これはもう早急に、こいつを狙ってあげて、頭上がりがまだか。飛んだぞ。やばいぞ。おーおおお、え、マジで一撃必殺かよ。うえー、マジか。これはまずいですね。これはまだまだね、ちょっとね、若干今ね、心が折れかけましたね。マジか。あれか、一撃か。あれじゃあ、もう、ダブルクロスの、超特殊許可とか、あとなんだ、あの 4G のギルクエレベル140とか、そのレベルですね。やばいですよ。普通にやばいですよ。だが俺は屈しない。というか、非属性耐性上げたよな。上げてあれか。さすが空の王者。てか、空じゃねえんだよな。もう火なんだよな。もう威力がやばいんだよな。
もうあのテオテスカトルと交代した方がいいぐらいの威力なんだよな。はい、まあ、そんなこんなでちょっとね追いかけていきましょうか。 OK。 そしたらちょっと見えないで見えないで、さてあいつはいつ気づくのでしょうか。気づかないのでしょうか。あ、気づくね。ちょっと待って、それ真反対じゃん。反対側でやるのやめや。オッケーオッケー。おーおーおー、風圧がある。おお、総流じゃないですか。こいつの総流はですね、まあ、そこまで強くないかったような記憶がある。あのね、出までと、なんか攻撃が出るまでが遅いんですよ、若干。なので、あ、そうでもないな。オッケー。そしたらじゃあ、なんだっけ、大技をやって、大技をかまして、かましてもろうて、俺は貯めて、ちょっと邪魔、ちょっと邪魔、ちょっと邪魔。よし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 。待って待って、それは聞いてないから、聞いてないから、うわ聞いてないから、やばいから。やばい、やばいよ。気をつけらんないよ、それは。おお。俺、届け。俺の思いが届かないのか。リオレス、止まるんだ。上輪か。上輪が欲しいです。おお。あ、これは、まずいやつですね。これ、三連ブレス来るよね。手つけらんねえな、普通に。ここは2回入れて逃げる。技が来る。うわー、あー、これなるほど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 、一撃ではないのね、一撃ではないの。うお、危ねえ。で、振り返ってきた時はやばい。そう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 、知ってるよ、お前知ってるよ。それ油断させといてさ、油断させといて、逃げ切った、はぁってなったところを、後ろから、その、毒詰めで襲ってくると。はい、そう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 、毒。毒がやばいんだって。って、危ねえ。どっち方向行くのかさ、ちょっと分かりづらいんだよ、こいつの。レウスの火炎放射。危ねえ。予備動作ない。お、疲れが見えるにゃ、オッケーです。オッケーです。疲れが見えてください。おう、そうそうそう、暴れ回ったら疲れるんですよ。疲れたら、疲れたらこっちのもんなんですよ。よし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 、いけいけいけ。さて、よし来た。これひるむなよ、ひるむなよ。オッケー、シェー。これは、それは、それは、デレ、デレコード。そしたら、これは、首元でちょっと止めて、これを打ってあげる。はい、よーいしょ、オッケー、全部入った。だが、しかし、切れ味が。これね、回転入れるとね、切れ味が。これは？これは疲れないで。うお、危ねえ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 。お前、何してくんだよ。危ねえ、危ねえよ、おい。危ねえからさ。危ねえからやめてくれよ、そういうの。危ねえ。あ、これはどっか行っちゃうパティーンのやつですね。じゃあ、ワンワン呼んで、ワンワン。頼むぜ。さて、じゃあカキリムシ回収と、じゃあこいつも回復薬を大きい薬にしとくか。で、一回ジャンプして武器を研ぐ、武器を研がせてくれ、武器を。よし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 。で、なんか怒ってるね。怒ってるね。俺としたことが疲れてしまったと。自分に怒りを覚えて、ちょっと待って、その体力はね、あの火炎放射で死ねるから。で、来たところに、あら？あら？大丈夫そうですね。ちょっとスタミナを回復して、よし、これで俺は、準備終わったと。お前、なんか、あれ？あの、ちょっと離れんのがうざいな。あ、これは、まずいんじゃないか？うん。これは来てるよ。
やばいよ。おお、そう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 。なんか知んないけど、やばいのは分かった。やばいのは分かってた。ちょっと待って、回復するから。それじゃない、大きい薬。大きい薬じゃない。回復薬グレート遅れ。まずい。空の王者してる。マジでやばい。そしたら、えいえ、行ったれい。すぐに立つか。だが、危ねえ。立ち止まるのは、いつものことのようですが。よしよし。あ、これ火の爆炎がないのが強い。よ、1、2の3、オッケー、入る。で、多分次で、スタンが狙える。あ、狙えねえな。ちょっと待ってよ。あれ？スタンは？スタンは？あれ？もう雰囲気的に次だったんだけど。危ない。これさ、俺も空中戦、お、空中戦を、空の王者に空中戦を挑む。あ、ちょっと待って、この体力死ぬから死ぬから死ぬから死ぬ、死んじゃうから死んじゃう。痛いから死ぬから、やばいからやばいから。あのね、これね、火炎放射食らうと死ぬんだよ。これか、気をつけての攻撃はダメなのよ。あ、もう一回来る。もう一回来るから、回転攻撃。えい。えい。あ、やばい。回復。回復を。ナイス。あ、でもう一回来る。痛い。あぶね、落ちるとこ。落ちたら、これ上がってこれませんからね。まあ上がってこれるけどさ。ちょっと雰囲気的に上がってこれませんからね。これは？あ、それか。いや、空中戦だ。俺のが高い。よし。お前、空の王者というだけあって、自分より上から攻撃されるのは得意じゃないようだな。へい。なんかあったよな。なんかそういうアニメあったよ。なんか、なんだっけ、ルローニケンシンか、なんか、バットマンみたいなやつがいて、自分より高いやつには耐性がないみたい。これは普通に入るっしょ。入るよね。入ったね。オッケー。はい。回避していく。で、これは、これが欲しい。涙かい。つい泣いてるよ。そうか、空の王者泣いたが。泣いたら、俺の勝ちだぞ。待て。これさ、あ、入るね。入るけど、別に入ったとは言えないな、今のは。これは普通に、回転攻撃を当てに行って、当てに行ってからのスターンだ。OK。いいですね。逃がすかってのは。お、爆弾あるじゃん。爆弾使おうぜ。空の王者を、さらに上から、空の王者をさらに上から、空爆するという。守城注意。いいですね。お。で、横。そして、空爆だ。よし、いいぞ。てか、間違えて置いちゃった。間違えて置いちゃったけど、大丈夫でしょうか。これはまずいから、ここで、さっきスタンド取ったっけな？取ったな。あれ？あ、これできなくなったんだ。じゃあ、これで。おいや、これで。ドン！よし！雑な起爆。すげえ雑な起爆。お、逃がすかってのは。あ、どんどん入り口に追いやられてますね、レウスさん。さて、そいつを空気か。空気か。ならば。ならば。あ、違った。違った。違う方だった。もう一個の方だった。これは普通にスタンいけるんじゃないか？スタンというか。よいしょ。そして爆弾の方に、自分の死が近づいていることも知らずに。ちょっと待って、これ入るよな。普通に入るよな、これは。入る。
ッケー。で、飛ぶから、ちょっと回復をしといて。待って、死ぬ、死ぬ、死ぬから。そりゃ死にますから。はい。さて、俺の方に寄ってらっしゃい。一体、一体が起爆はできたようだな。待って、気をつけらんないよ、それは。おお、で、これ降りてきて。よいしょ、OK! いいですね。で、スタンを狙っていく。もう一度スタンを狙っていく。ちょ、もう飛躍使っちゃうか。使うわ。はい。これは、うん、そうだな。で、動き自体はそうだな。上位とそんなに、あ、これは、あれ？もう一回来るんじゃないのそれ。もう一回来るやつだよね。え、ここに来るやつだよね。あ、マジか。すごいいいチャンスや。お、どこ行くんだ？どこ行くんだ？よいしょ。で、ここの次は威嚇だから、入る。一回だけが。で、それはまずい。まずいから。まずいって言ってるだろ。あ、やばい、やばい。あ、飛躍使っちゃってるな。やったな。やりましたね、俺。よいしょ。でも、動画では倒したい。普通に倒したい。から、ケチョンケチョンにして、うっしょ、オッケー。いいですね。空中で倒す。いけてましたね。お、円髄来た。これね、デッドリボルバーが作れるよ。あの、オセロットになれるから。お前はリボルバー向きだ。お、激鱗来た。激鱗来た。円髄も来た。嬉しい。はい。ということで、あれですね。まず見る前に予想しようぜ。攻撃と、超回心ついてるんじゃないかなと予想できます。なんか期待しすぎかな。レウス、スキルをドン。攻撃破壊を風圧で。攻撃だけだった。攻撃だけだった。超回心がないか。だが、この見た目は好きだよ。このね、あの、このレウスシリーズは俺この見た目が一番好きだな。和風っぽい感じなんだよな、若干な。鎧兜みたいな。もう頭跡が好きだわ、これ。はい。まあ、そんなような感じで。どこに攻撃がついてるんだい？おお、腕か。腕、これ、キープか？腕、キープな気がするな。腕と、あと、腰？腕、腰。だけど、腰スパイオで多分使うから、腕かな。もう、これだけでもかなり強力なのを作れそうだよね。いいですね。で、デッドリボルバーが、デッドリボルバーの必要素材が揃いましたと。はい。いいですね。つけましょう。だって、鉱石系はいっぱいありますが。かしこまり。で、まあ、攻撃力160で、切れ味が、まあ、青がちょこっと。で、火属性が50ね。結構高いね。で、まあ、防御力ボーナス。これは嬉しいと。で、スロットが、1のやつが3つ空いてる。これはね、結構使いやすいですね。スロットの1のやつ3つ空いてるのか、それかスロット3のやつがね、1個どでかくデーンって空いてるやつね。そのどっちかは結構使いやすいよね。それ以外のスロット2とかは、逆になんかスロットがさ、余っちゃうというか、武器スローをなんかスキルのちょい足しで見るとすると、ちょっと使いにくいかなっていう。あの、スロ2が1個空いてるやつとか。まあまあ使いづらい。あ、まあ、あの、入れられるんだけど、なんか余っちゃってさ、気持ち悪いんだよね。なんか余ってんだったら他のスキル入れたいなってなるんだけど、やっぱちょうどいいのがね、ないイメージがあるな。お、あ、あるじゃん。あるじゃん、もう。あったわ。よかった。ギターは、やっぱこいつないとダメだわ。このね、レウスの頭のハンマー。レウスが来たからにはこのハンマー出してくんないとね、もう始まんないっすよ。でも、星砕きまで行っちゃいましょうよ、もう。これね。はい、レッドピート。まあ、切れ味的には、まあまあいいんだよね。切れ味的にはまあまあ、これ育てていくと、まあいい感じになります。はい。
で、まあ攻撃力もなかなか高くて、属性もね、そこそこ。で、会心率 5% が、まあこの地味に嬉しい感じですね。装備をね、これ用に作ると結構ね、あの光るハンマーですね。まあ普通の汎用性の装備だとちょっと物足りないかなっていうところあるんですけど、これ用の装備を作ればかなり強くなります、このハンマーは。はい、というような感じでね、今回リオレース行ってきました。まあ、1回死んだけど、まあね、初見の時は2回だったんでね。はい。まあちょっと進歩したかなと思います。はい。で、まあ、あの、スキルに関しては攻撃系でしたね。まあ攻撃が多くて、攻撃のスキル積みたいんだったら結構候補に入ってくるんじゃないかなっていう感じのね、まあ、スキル構成でしたね。まあ普通に使いやすいかなと思います。はい。まあいいんじゃないでしょうか。というような感じで、まあ今回ね、こんな感じで終わろうかなと思います。チャンネル登録、高評価、励みになりますんで、よろしくお願いします。コメント、リクエストね、なんか言ってほしいモンスター、クエストなどありましたら、気軽にね、コメント欄に受け付けております。よろしくお願いします。ということで、今回ね、ご視聴ありがとうございました。それじゃあ、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。